続いてが清水の鈴木義則。はい。おお。鈴木選手一人で個人のスペックで考えると、うん、あの、クリアとか、跳ね返し系の項目だと J1 トップクラスなんですよ。はい、はい。その才能を他のチームが、うん。放っておくとはちょっと思えないよ、ね。なるほどですね。うん。はい。しかもこれが清水でだけだったらあれなんですけど、うん、あの、大分時代にも、やっぱり J1 トップクラスのデータ残してた。なるほど。実績十分。そう、複数のチームで違う戦術でも同じことができるってことは、うん、はい、はいはいはい。うちのチームに来てくださいって話は起こりますね。なるほどね。はいはいはい。まずはお一人目、この方、うん、ドン、うん、清水選手バラス、うん、鈴木義則選手。うわ、はいはいはい。合うんじゃないかなと思っておりますと。なるほど。J1 でトップクラスのデータ残されてきてる方なので、はい、他のチームどっかが取りに行くのはリアルかな。なるほどね。うん、ははははで、自陣空中戦とあと防衛ラインというか、うん、あの、やっぱディフェンスのそのラインのところをこう崩さないで、ディフェンススキルが上手い選手でもあるので、失点減にも貢献できる選手かなと思います。なるほど。あと、プラス言えば、谷口選手が今1991年世代なんですけど、はいはいはい。それより同い年または年上にすることは川崎としてもないでしょうと。まあ、それなら。そうだね。うん。未来志向でってことだね。そうなんですよ。うんうん、だから鈴木義則選手だといいんだけど、唯一言えば、若返るのは1歳のみなので。そうか。そのあたり。そのあたりですね。うん、気になるなというのは。わかりました。はい。はい。千葉の鳴岡光選手でございます。選手。はい。昨シーズンは J2 相模藩レンタルに行って、はい。かなりもうプレゼンスを発揮していた鳴岡選手っていうのはあるんですが、ねうん、今年清水に戻ってからなかなかまだ出番がないというところになっていますと。うん例えば、相模原もう一回戻って、うんまあ、相模原をこう助ける役割もゼロじゃないかなと思いますし、うん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 、そもそも去年の後半の J2 の中でも相当なプレゼンスを見せてくれてましたから、はいはいはい、なんならもしかしたら J1 の他のチームで中盤足りてないよってチームに行っても、ありかもしれないと。その説得力はもう得てるという去年の。そうですね。あ例えばさ、ないよ、うん、ないと思うけど、うん、そういうビルドアップ系のね、ボランチ一人足りないってところから、神戸さんどうですかタイプで言うと、ハワルト先生を見るわけね。そうじゃないかなとかってのもあるかも。うん。はい。あと、トスとかも似合いそうですけどね。さて、どうなりますかと。わかりました。はい、というところです。清水ユースの、矢田龍之介選手でございます。はい。もともとあの、埼玉のですね、あの、町クラブ出身なんですが、うん、まあ、いわゆる越境みたいな形になって、もう清水ユースに加入することになったんですけど、なるほど。おそらく高校の入学式よりも早くですね、うん、あの、清水のトップチームに2種登録されまして、うんうんうん、入学式よりも前にまずトップの方にご挨拶みたいな感じになっちゃったぐらいの選手でございます。はい、プレスタイルとしてあの、大島良太選手とか、みたいなそのゲームメーカータイプの選手なので、あの、清水の中でこう、どう育っていくのかってことにも、だいぶちょっと注目が集まる選手でございます。はい。そして残りお二人が、今治から、千葉寛太選手でございます。はいはい、はい、はい。なんと、高卒1年目、清水から途中で、レンタル移籍で今治に加入したにもかかわらず、はい、2桁届いちゃいました。はい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 。ルーキーで、そうね。2桁ってのはちょっととんでもないなと思います。さらに言えば、ちょっと記憶にも新しいところで、アンダー19日本代表に追加招集されてからは、はい、あの、一試合でダブルハットトリックなんかも記録してたりするので。6点ってこと？そう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 。いろんな公式戦って考えると、千葉選手、20点以上取ってる。なるほど。選手になったりします。これはね、大きくなる選手でしょ？そうですね。どう見ても。そうですね。だちょっともね、パリオリンピックもかなり近いところにいるんじゃないかと思うので、うん、ご注目いただければと思います。なるほど。はい。